専修大学北上高等学校は、岩手県北上市にある私立高等学校。略称は、仙台北上、または仙北。専修大学のグループ校である。専修大学からは、付属、松戸、玉名とともに、付属校と呼ばれるが、運営している法人がそれぞれ異なる継続校である。 普通科は1学年から2学年へ、2学年から3学年へ進級する際に、生徒の志望の変化や適性に合わせて、コースの入れ替えを行い、難関次第、国公立大をはじめとし、短大、専門学校から就職まで幅広い志望に、応えている。資格取得に関わる授業について、グレード制を敷き、能力に応じ高い資格取得を目指している。 自動車科は週に一度、学校付属の自動車整備工場での実習があり、卒業時には産休自動車整備士の受験資格を取得できる。その他にも、危険物取扱者各種資格、小型車両資格が取得できる。見学以来、部活動振興に力を入れ、柔道、剣道、卓球、バドミントン、陸上等で常に、県内上位を占める活躍を見せている。 文化活動も盛んで、特に吹奏楽とマーチングバンドは、東北でも指折りの水準である。公式野球部は、岩手県の競合校として、夏の甲子園大会に、たびたび出場している。2007年4月、高野連の指摘する、野球界裏金発覚や特待生問題などにより、一時野球部は、解散となったものの、6月1日付で野球部の復帰活動が認められる。 同年の第89回高校野球選手権大会の出場がかかる夏の岩手県予選への出場も可能となった。同校野球部の岩手県予選は決勝戦まで進出したが、決勝では花巻東高等学校に敗退し夏の甲子園出場はならなかった。体育会系文化系部専修大学の系列校であるため、付属校推薦制度を利用して、 毎年一定数の生徒が、専州大学及び石巻専州大学に進学している。専州大学、石巻専州大学教授による出前授業も開催されている。自動車科の自動車実習旨。ありがとうございます。